around around ずっと抱きしめていた理想をいつの間にかに見失ってまた探して振り出しさ、oh, around around そんな巡り巡る謎も向かう最果ては登って登るだってここが
久しぶりに歌ったかな。いけたやん。いけたな。クリスマス迎えれそうやな。もう俺最後の方 DD に、最後の DD に行くまでドキドキやったもん。落ちサビぐらいからどうしようここで間違えたらと思って言うたもののみたいな。そうそうそう。いやよかった、いい回でした。 NU は1月11日神奈川県民ホール大ホールに向けて毎日 YouTube チャレンジ中です。ぜひお友達を誘い合わせの上遊びに来てください。チケットは各プレイガイドで絶賛発売中です。お願いします。はい、あとは毎週金曜日、うん、夜8時からそうですね、ご覧のチャンネルで生配信ライブやってますので、よかったら生のライブ見に来てください。お待ちしております。はい、ということで今日はバッチリプレゼントでした。ありがとう。 N 色にわせ光一郎と宇田信也でした。また明日。ありがとう。バッチリ。時を戻そう。NU の神奈川県民大ホールに向けてゴー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 。 NU に寄せ光一郎と NU 宇田信也、ルーレットカモン。今日は指を湿らせといてからのからのスタート and ストップ。いや、スタート and ストップ来ました、ね、さあ、もう相変わらずね、NU のの自動変換はエロ漫画家って出ていますよ。安定の安定のエロ漫画家です。もうエロ漫画家ちゃうかって思ってくるよね。あのね、この間何の変換やったかも忘れたけど、うん、びっくりしたのが、うん、宇田さん喋ってる時に、うん、うんこ垂れおって出たのよ。こんなことある？そんなことある？ちょっと待って、それ俺その名誉毀損なとこもちょっとあるよ。AI に対して名誉毀損。番号出てますよ。175番。はい、175番。書きました。ちょっと、はい、お、これは来ました。ファーストアルバムに入っております曲ですが、はい、もしかしたらこれからの季節にぴったりかもしれません。はい、プレゼント。 OK、 宇田さんもうこれはすぐ行っちゃいましょう。いや、もう宇田さん、宇田さん、もうその時間がもう、もう、え、なんでいけますから。宇田さん、せや、プレゼントでしょ。うん、まだだって1年にこの季節ぐらいからやっと始めるんだよ。そうでしょ、そんな毎年毎年何はなくとも何を置いてもあなたの幸せを願ってる。遠く離れた星の降る街からあなたを想ってるから。Yeah.